その日もアルムの山々は美しい朝を迎えました。知らないのか？ええ、わざと手紙には書かなかったの。一人で立てることも？そうよ。歩けるようになったことも？ええ、そうよ。みんな秘密なの。わあ、そりゃきっとひっくり返るほどびっくりするぞ。ああ、大変。今朝ラガーツを出てお昼頃着きますって書いてあるわ。じゃあ今日じゃない。そうよ、今日のお昼よ。へえ、つまんないな。お昼じゃ僕はおばあさんのびっくりするとこ見られないよ。そうか、ああ、読んだとも。おい、ヨーゼフ、今日は大将と山の牧場へ行ってくれ。昼過ぎに大将がちょっといなくなるかもしれんが、しっかりヤギの番を頼むぞ。オンジー、ありがとう、オンジー。よかったわね、ペッタ。待ってるわ。必ず来てちょうだい。じゃあな。行ってらっしゃい。お願いね、ヨーゼフ。そろそろデルフリ村だよ。ここで馬車を降りてアルムの山まで登るのよ。アルムの山か。やっとクララに会えるんですね。そうよ。それも見違えるように元気になったクララにね。でもあの子が自分の足で立ってる姿を見ることはできないんですね。それだけが残念ね。本当に私はこの目でちゃんと見たんだよ。信じておくれ。それは信じていますよ。でもね、クララが健康になっただけでも十分ここへよこした甲斐があったというもんですよ。それはそうなんだけどね。おばあさん、今ね、あのクララのおばあさまが立派な紳士と馬で登っていきましたよ。おや、そうかい。きっと歩けるようになったクララに会いに来たんだね。ええ、でも紳士は誰かしら。
ひょっとしてクララのお父様かもしれないね。どうしたんですか？もしかしたらハイジをまたフランクフルトへ。え、まさか。もしもそうだとしたら。おばあさま、パパ、おばあさま、パパ、おばあさま、クララ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 、パパ、クララ。これがあの弱々しかったクララかね。まるで信じられないな。パパ、パパ、私元気になったでしょ。はあ、すっかり元気になって。そうだ、お前のお母さんそっくりだよ。ハイジ、ありがとう。クララがこんなに元気になったのはお前のおかげだよ。うん、もっとびっくりすることがあるのよ。ダメよ、ハイジ。こんにちは、ハイジ、クララ。何びっくりすることって。何でもないわ。いやー、もう私は十分びっくりしているよ。話には聞いていたが思ってもみなかった。本当にありがとう、ハイジ。ハイジだ。それにほら、何よりの恩人が向こうに。おじいさん。うまくいったわね、これからよ。おじいさん、本当に何とお礼申していいか分かりません。本当に、本当にありがとうございました。クララがあんなに明るい元気な子供になってるとは、全くおじいさんのおかげです。いや、それをおっしゃるなら、このアルムの山とハイジやペーターに行ってやってください。それにお礼を言われるのはまだ早いですよ。おばあ様、パパ。子供たちを見てやってください。立った。クララが立ち上がった。クララが一人で立っている。一体これは。クララ、お前。お母様。クララ、クララ、ああ、私が夢を見てるんじゃないでしょうね。夢じゃないわ、歩けるのよ、私。クララ。パパ。クララ。勝てるのよ、歩けるのよ、パパ。ありがとうございます。はい、ペーター、ありがとう、ありがとう。おじいさん、ありがとうございます、おじいさん。クララ、よかったね、クララ。はい、私、幸せよ。なんでしょう、みんな降りてくるわ。恩人もクララを抱っこして。やっぱりハイジもフランクフルトへ。あ、こっちへ行きますよ。こんにちは、おばあさん。ハイジ、ごめんね、このところずっと来れなくて。ハイジ、お前行ってしまうんじゃないんだろうね。しばらくでした、おばあさま。 あなたはありがとうございました。クララが立てるようになったのも本当に皆様のおかげです。こんな素敵なお土産を持ってクララとフランクフルトへ戻れるなんて夢にも思いませんでした。ハイジは、あのハイジを連れておいでになるんじゃないでしょうね。まあ、おばあさま、まだそんなことをご心配なさっていたのですか。もう誰もハイジを連れて行ったりはしません。じゃあハイジはもうどこへも行かないんですね。もちろんですとも。そりゃあ私たちもハイジと一緒に暮らせたらと思いますわ。でもその時は私たちの方が参ります。クララと一緒に毎年アルムへ来ます。
ハイジ、お前の口からおばあさまにどこへも行かないって言っておあげ。うん、おばあさん。ハイジ。ねえおばあさん、素敵なお話があるのよ。え？フランクフルトから私のベッドが来るの。ベッド？そう、大きくって3つのクッションがついていて、厚い毛布が何枚も一緒におばあさんのところへ来るのよ。とってもあったかいわよ。私のところにベッドが。ええ、この子がお礼は何にもいらないから、おばあさまに自分の使っていたベッドを届けてほしいって。ハイジ、ありがとう、ハイジ。なんてお前は優しい子なんだろう。ああ、神様。ねえペッタ、うん、私ね、パパやおばあさまと明日帰らなくちゃならないの。なんだって？ペッタ、本当にありがとう。私本当に明日行っちゃうのか？ねえハイジ、本当なの？うん、冬の間ここで暮らすのはクララにはまだ無理でしょ。フランクフルトで歩く練習をする方がいいんだって。でもね、来年の春には必ずまた来るってね、クララ。ええ、きっと来るわ、約束する。そうか、来年になったら本当に来るんだね。うん、ねえペーター、あの歌もう一度教えて。ほら、僕らは陽気な村のヤギ飼い。クララ、ねえ、ペッタ、三人で踊ろうよ。よーし。私、来年来るときには、ハイジやペーターと同じように、ちゃんと踊れるようになるわ。そうよ、きっとなれるわよ。さあ、踊ろう。さよなら、もみの木さん。さよなら、丸い窓。さよなら、アルフの山。クララ。
こうか。気をつけてな、クララ。元気でまたおいで。ありがとう、おじいさん。ハイジ、ベータ、きっとまた来るわ。クララ元気でね、クララ。ハイジもね。ありがとう、ベータ。来年必ず来いよ。クララがフランクフルトへ帰ってすぐ、アルムの山々は秋を迎えました。進歩なさいました。これならきっとあるもの山へおいでになれます。ロッテマイヤさん、短い秋はすぐ冬になりました。何を見てるんだ。早く春にならないかな。クララか。ああ、もうだいぶ歩けるようになっただろうな。そうだ、昨日の手紙にね、初めて走ってみたって。うわあ、本当か。じゃあ春には一緒に山行けんな。うん、早くおいで。Thank you.
いい天気だな。いい天気ね。行こうか。うん、行こう。行けるのね。クララもあれで来るんだね。クララー、クララー、早く来いでー。クララー、早く来いよー。クララー、早く来いでよー。クララー、クララー、クララー、クララー。もうすぐさ、クララが来れば春だよ。そうね、クララが春を運んでくるんだわ。行こう。